はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。正明様、吉成様、風天様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。茨城県守谷市のあちこちに、岡田克也来たる凱旋告知の捨て看板、期日が過ぎたので守谷市が立憲に再三撤去を要求したがなされず、やむえず守谷市が捨て看板110枚を撤去、市関係者、選挙期間外に違法に看板を設置するのはほぼ立憲民主党だ、景観上悪いと、これが選挙違反になるんだか軽犯罪違反になるんだかちょっとわかんないですけども、例えばですけどね、ガードレールとか電柱に勝手になんか設置するのは軽犯罪違反ですね。どこの課が撤去したんだろう、土木課かな、ちょっとわかんないですけれども、世論です。普通に怒られてて草、今後は見つけ次第通報や、わざと放置して職員に撤去させてるよな、自分でやりたくない、めんどくさいから。責任者名が書いてないってことは悪いことだと分かってやってるんだな。真っ当な政治とか言ってこのありさま。ああ、そうだよね。やりたい放題じゃん、イオン坊や。テレビが味方だからやりたい放題。ゴミの不法投棄は悪質な犯罪です。不法投棄した犯罪者に撤去費用を請求しろ。自分はいいけど他人はダメのパヨ理論。また立憲民主党による犯罪か。枝野も蓮舫も事前、やってましたよね。都知事選に挑戦します、よろしくお願いしますって完全にアウトなこと、言っちゃってましたよね。枝野からしてそうだからな。そういえば二人ともどっちも民主党、民進党、立憲の代表を務めたことある二人ですね。枝野と蓮舫って、こういうの絶対テレビで、放送されないもんね。なぜなら NHK 労働組合と民放労連は立憲支持を公言してるんですよ。ホームページで公言してる。こんなんでなんで中立で公平な放送が担保できるかっつうね。立憲支持ですって言ってっとこ、全部なんだからさ、テレビ。したら全部が公平で中立な放送しないってことじゃん。アメリカみたいにですね、CNN は民主党、FOX テレビは共和党支持って言ってんだったらいいけど、揃いも揃って全部が全部立憲支持ですって言ってんだから、中立で公平な放送なんか望むべくもないですね。だから世界最低だと思うんだよね。私、テレビ、日本のテレビは、世界最低の品質を誇ってんじゃないか。だって揃いも揃って一致団結して、立憲支持してんでしょ。責任者名不記載。選挙ポスターには頒布責任者名、住所と印刷会社と、印刷会社の住所まで記載するのが決まりであります。立憲はテレビに守られてるから、こんな決まりは無視していって舐めてんでしょ。最初からですね、放置する気だったかもしれないですね。こういうところは選挙違反しまくりの共産党も同じですね。選挙期間しかつけてはいけない名前入りのタスキを堂々とつけて、で、それ指摘されても悪びれることなく、反論する堂々とっていうですね。それやったら、私、懲罰委員会にかけられましたけれども、こういうわけで法律、眼中にないんですよ、共産党は。暴力革命目指してから、暴力革命が、なった暁には、私らのことは、奴隷にして殺す気ですかね、逆らったら、いうようなこと言ったら、懲罰委員会にかけられましたけど、岸田総理、優秀な外国人材を確保するため、共生社会の実現が重要だ。米国国務省に名指しで、奴隷貿易と罵られた、外国人実習制度の拡充版といえる、育成就労制度について、理解を求めた。この頃始まるんですよね。実習制度やめます。名前が育成就労制度になります。で、やめるのかと思ったら、縮小するのかと思ったら、拡充するんですよね、これね。世論です。氷河期世代を雇えよ。もうため息しか出んわ。ありがとう、岸田。具縁が増えるよ。人買い会社やってる弟思いの文雄。ポリコレと移民は、
極左の国家破壊ツールだぞ。岸田の弟が外国人材派遣の会社を経営してるから、そりゃ必死に取り組む。岸田の弟が海外の連中呼び込む組織の元締めだからだろ。こんなに あからさまに親族への利益誘導してなんで問題になんねえんだ。少子化対策諦めたんだな。輸入した実習生が犯罪者に転職。外国人の前に日本人の給料を上げるボケ。これでも自民党は移民じゃないって言ってるらしいぞ。才能ある優秀な外国人は母国を離れない。日本人を優秀な人材へという発想はないのか。日本人を育成するって発想ないのっていう。なんで外国人を育成しなくちゃなんないの、日本人が、日本政府が。なんでなの。そんなのね、なんでなんだっていう、他国が優秀だったら困るだろうって話。優秀な外国人材獲得のため、優秀な外国人は母国でうまくやってて、わざわざ外国に、日本に働きに来ないってなんでわかんないのかな。トランプ、外国が優秀な人材をアメリカに送ってくると思うか。まさにこれですよ。悪化は良化を駆逐するんですよ。出回るのは悪化ばっかり、移動してんのは悪化ばっかり、良化は定着して動きが鈍い。37歳女子3、婚活市場の男はカスばっか。そりゃそこそこの男はですね、とっくに結婚してて婚活市場には流れてこないし、育成就労制度の全貌がまだ判明してないですけど、年間9000人がですね失踪して不法滞在者増やしている実習制度の拡充版と見て間違いなさそうであります。技術を覚えてもらって世界貢献っていう建前を金繰りしてました。育成しますとか言って何のために、外国人が優秀になったら日本人はもっと優秀じゃなきゃ生き残れないんだから困るだろっていう話ね。もっともっとひどくて大規模なものになるはずであります。奴隷貿易するものになると確信します。実定の岸田武雄がインドネシア人受け入れ窓口の人買い会社やってるんですよね。それは輸入増やしたいよね。河野太郎一族は日本端子で太陽光パネルご利用しだし、麻生さんは日本ミャンマー協会の理事だし、小泉進次郎は嫁が太陽光発電の財団法人やってるし、維新の足立康氏の実刑は会計不明瞭な障害者支援の NPO をやってるし、共産党はコラボを全力応援してるし、こんなんばっかですよ。利益誘導というか利権というか。失踪育成就労者の不法滞在者に犯罪組織作られてね、家族や本人が危険な目に遭わないとわかんないんだろうな。自民と公明のバカども、あと経団連ね。経団連毎月2億円自民党に献金してる会があって、安い労働力欲しいって毎日言ってんでしょ、自民党に。バカだなーって思うんですけども。恋の税滞納や禁錮刑で永住資格取り消しに反対し、民団や在日韓国人総連合会が参院議員会館前で反対集会。結構な大騒ぎになったみたいですよ。在日韓国人総連合会は総連じゃなくて、韓人会って言うんだって。また別な組織だって、総連とは。在留カードの不携帯などでも永住資格を取り消せるようになっているという、人間なので失敗はある、心配しながら生活しなくてはならなくなるとか言ってるみたいであります。特別永住者は在留カード不携帯では取り消しにならないって岸田言ってたけど、ここは都合よく聞かなかったことにしてるみたいですね。東京新聞かと思ったら東京新聞記事でした。世論です。まず決まりを守れ。俺も免許と保険証は常に携帯している。勘違いが多いけどあくまで許可だ。普通に暮らしている外国人には関係ない話。永住権ではない、あくまで許可に過ぎない。犯罪者が刑法なくせと言ってもなくならないだろ。まだ締め付けが足りないようだな。免許を持たずに運転すると罰せられます。保険証を持たずに病院行って保険適用されなかったら人権を脅かすの。この集会は内政干渉だから国外追放にしろ。まあ、政治活動ですもんね、外国人の。
紛れもなく政治活動だね。外国人の政治活動禁止されてるのはね、東京新聞は永住権と間違って報道してるんですけど、これわざとでしょうね。そんな言葉は流通させっから権利なんだって誤解するんですよ。あくまで永住資格、運転免許と何ら変わりなく許してやってる状態なんですから、運転すること許してやってる、日本にいること許してやってる状態なんですから、免許も違反すりゃね、取り消しだの免停とかあるでしょ。それと同じことですよね。恋の税滞納しなきゃいいじゃん。特に脱税は恋の税滞納そのものですよね。ごまかして税金払わないっていう、脱税は確実に恋の税滞納とみなされますね。永住資格取り消しの立派な原因っていうか要件になりますね。禁錮刑、日本人以上にね、犯罪しないように警戒せよ。外国人なんだから。痴漢に間違われないように混んだ電車は避けるとかさ、早起きしてガラガラの電車乗って会社行くとかさ、永住権を奪うことは死刑にも等しい、民団規則1条はですね、我々大韓民国憲法を遵守しって書いてある、体は日本でも心は韓国にあるのになんで死刑に等しいんだよ、日本の法律より韓国憲法を優先してんだろお前ら、それに死刑にも等しいこと平気でやるひどい国なんて痛くないでしょ。なんで痛いの、そんなひどい国に。おかしいでしょ。6月10日からですね、改正入管法施行ですね、難民申請2回までで送還だし、今後もそういうこういう騒ぎ、ありそうですね。参院議員会館前で結構な大騒ぎしたみたいですよ、こいつら。なんで捕まんねえんだろうね。NHK 集金人、現在550人が活動していることが判明。世論です。まだ押し売りやってんのかよ。郵便局とグルで引っ越した翌日には鍵つけてくる。やべえやつ。リアルでテレビ捨てたから、いつ来てもいいで。住所だけで宛名のない NHK の郵便が何度も届くのが鬱陶しい。反応すると NHK 側に気づかれるから、そのまま捨てるのが正解。不審な訪問者にご注意とか NHK で言ってるもんな。玄関で大声出されてすっごい怖かった。スクランブル化で解決だろう。前田会長時代にですね、下請け集金人制度廃止されました。NHK が直接ですね、委託契約する外部運動員に切り替えました。直接、実はこれ下請け集金人以前の制度に戻っただけであります。実は。直接委託って言ってもですね、NHK 職員ではない。雇用形態はですね、NHK と個人事業主との契約となっており、Uber と同じような感じになっております。共謀共悪で、どこまでが合法で、どっから犯罪かも理解していないですね。知能が低い下請け収益人は全員解雇。ざんま。中にはですね、性犯罪の前科者もいたし、夜中12時に来るバカもいました。全国で550人ってことは、東京で55人ぐらい活動してんのか。多分個人宅には回りきらんしよね。この人ら回ってんのは大体ホテルとか病院とか事業所とかで隠れようがないとこ。例えばテレビずっとついてるラーメン屋さんとか、隠れようがないとこ。まあ取りやすいとこから取る。大口経営が見込めるかものところで、個人宅は手薄であると推測してあります。ですけれども、下請け制度なくなってからも、1回2回はですね、集金人来たって、相談ありましたんで、回ってないことはないみたい。住所だけで宛名がない封書は、そこに、誰が住んでるか、NHK 把握してないってことなんで、捨ててください。婚姻電話下に流すと、空き部屋じゃないな。誰それ住んでんな。NHK に感づかれて、もっと送ってくるようになります。それが来てるってことはですね、NHK は空き部屋かどうか知らない。誰が住んでるか知らない。テレビがあるなしも当然知らないっていうことなんで、安心して捨ててください。集金には個人宅には回ってきません。もし回ってきたら、NHK を名乗る怪しい人来てるって、110番してください。消耗品のですね、下請け集金により、直接契約集金人が何か悪さすと NHK は下請けがやったことなんで分かりません。事態を真摯に受け止め再発防止で努めます。で逃げられません。
ので、もう警察に言っちゃうのはいいと思います。NHK 集金に来たら。NHK 集金にを名乗る怪しい奴が。なんか、身分証見せられたけど、本物かどうかわからない。つって、警察に電話してください。今日の単身です。自民党が少子化対策を始めたのは30年前の1994年。30年間で投じた税金は66兆円。66兆円無駄にしやがった。自民党。それと同時にですね、女も働けって男女共同参画を年間10兆円、30年間で300兆円かけてやってながら子供が増えるわけないですよね。少子化大臣何やってたんだ一体。一体何をです。で、66兆円、300兆円はどこに消えてんの一体。公金中枢の NPO などの社団法人なのに消えてんですかね。アクセルちょっととブレーキ全力で踏んでんだから子供増えるわけないっすよ。林ウミガメ、ラストチャンスはあと6年。自民党じゃ無理ですよ。男女平等やめます。20歳から40歳の女性の生活 は全部面倒見ますんで働かないでくださいぐらいのことをやらないと逆転しないでしょうね。あとは専業主婦を思いっきり優遇政策とかさ、自民党は岸田の弟の会社のために減った外国人を外国人で補填しようとしてるしね。マイナンバーカードの全機能をスマホに搭載できるようになる改正マイナンバー法が可決成立。 LINE やってる方は今まで以上に警戒してください。LINE 経由でですねマイナンバー情報がダダ漏れになるかもしれません。河野太郎デジタル大臣がやったことだから中共の利便を図ってるに違いないと思います私。7月26日からパリ五輪開始だそうであります。東京五輪からもう4年経つんですか。早いっすね。めっちゃ早いっすね。去年だったかなみたいな、覚えがあるんですけど、早いな。トライアスロンでセーヌ川を泳ぐことになるんですけども、水質調査の結果大腸菌と腰腸菌が汚い汚いと評判の道頓堀の6倍と判明。当局測った日が雨だった。で水がかき回されて汚かったってね。処理ユニットが稼働してなかった、と言い訳しておりました。役人って世界中で同じような言い訳するんですね。日本人観光客パリは犬の糞がめちゃくちゃ落ちてるしセーヌ川は臭いって言ってますね。それと上流に原発なかった、セーヌ川の。中国韓国はこれについては何も言わないんですかね。汚染水がーって言わないんですかね。相手が日本じゃなければ言わないのがこいつらはっていう話ですね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。メール登員さんも大募集しております。どちらもですね動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。